レオポルト・ヨーゼフ・ホンダウン・ダウン伯爵、レオポルト・ヨーゼフ・マリアは、オーストリアの軍人。マリア・テレジアの知性を軍事面で支えた人物として知られる。父、ビリッヒ、フィリップ・ロレンツ・ホンダウンもまた、オーストリアに長く仕えた歴戦の軍人であった。1705年9月24日、ウィーンで生まれた。当初は、聖職者の教育を受けたが、軍人であった祖父と父親の影響で、 軍人としての道を歩む。1718年に、七の連帯に入り、四国同盟戦争のシチリア戦役に参戦した。その後、大佐に昇進して、ポーランド継承戦争と、オーストリアロシアトルコ戦争に参戦した後に、将軍になった。オーストリア継承戦争でも慎重な傭兵で、先行を挙げ、1742年の骨日の戦いとプラハ包囲戦に参戦。 1743年のドナウ川戦役では、ルートビヒアンドレイアス・フォン・ケーフェンヒュラーの配下で、前衛を指揮した。1744年にケーフェンヒュラーの後任になった、オットー・フェルディナンド・フォン・トラウンもダウンを信頼して、後衛の指揮を委ねた。1745年のホーエンフリートベルクの戦いとゾアの戦い、1747年のラウフ・フェルトの戦いにも参戦。 マリア・テレジアから金曜毛勲章を授与され、1754年には陸軍元帥に昇進した。オーストリア継承戦争の終結後、マリア・テレジアの命により陸軍の改革を行い、ウィーナーのイッシュタットの士官学校の設立にも貢献した。7年戦争においては皇帝フランツ一世の弟カール・フォン・ロートリーゲンの後任として総司令官となり、 フリードリヒニセイの率いるプロイセン軍と戦った。1757年のコリンの戦いとブレスラウの戦いでプロイセン軍を破り、オーストリア軍が大敗したロイテンの戦いでは、戦場にいた者の敗北の責任はないとされた。1758年には、エルンスト・ギデオン・ホンラウゾンに命じて、オルミュッツ包囲戦で包囲を解かせることに成功。 10月14日のホフホキルヒの戦いで、プロイセン軍を撃破したが、慎重孤児でプロイセン軍を撃滅するチャンスを多く逃したという。1759年にも幕戦の戦いで、フリードリヒ・アウグスト・フォン・フィンク率いるプロイセン軍を包囲して降伏させたが、翌年はラウドンがリーグニッツの戦いで、ダウンがトルガウの戦いで連敗した。以降終戦までオーストリア軍を率いた。 戦後は、オーストリア軍の再編に心血を突き込み、1762年に、宮廷軍事局長に就任した後、1766年2月5日に、死去した。緩慢な傭兵で批判されたものの、ブリタニカ百科事典第11版では、フリードリヒ二世のような、素早く予知できない将軍を相手にする場合、用心深くなることは、不適切とは言えないと擁護した。一方、 回戦に勝利できなかったことには弁護が難しいとした。ありがとうございます。